この動画を見れば何を食べれば身長が伸びるかが分かります。本当にすごい、今回の論文は面白い。身長ビヨーン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生ことざなぶです。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのはこちら、身長が伸びる食材について。よくですね、何を食べたら身長伸びますかってね、そういった質問ねよく受けるんですけども、疑問に答えるのが今回の動画になってまいります。本当にですね、身長伸ばしたい人だけで、ね、最後まで見ていただきたいな、そんな風に、ね、思っております。今回ね、紹介させていただく論文こちら。メジャーコーリレーションオブメールヘイト、アスタリブ105カントリーズ、エコノミクスのヒューマンバイオロジーってですね、そういった雑誌に載ってくるような内容で、105個の国をですね、調べたと。さらに何が関係しているのかですね、統計学的に調べた、そういった論文になっています。あとですね、この論文は実はですね、続編とか2編に分かれていて、もう一つがですね、 The role of nutrition and genetics as a key determinationof the positive health trend ということで、こちらもですね、同じ先生が書いてくださった論文で、同様にしてですね、多くの国、たくさんの国の身長と、またですね、その習慣、経済状況だったりだとか、食事習慣をですね、統計学的に解析して、何を食べたらですね、身長が伸びるのか、何をすると身長が高くなるのか、そういったですね、研究した論文になってきます。2014年と2016年にですね、チェコのグラス・グルーバーっていう先生がですね、出してくださった論文になります。ということで、今回ね、この論文を使って何をね、食べたらいいかとね、紹介していきたいと思います。目次はこちらです。1番、タンパク質の総量が大事になってきます。2番、肉、魚、卵、動物性タンパク質が大事になってきます。そして3番目が乳製品も大事だが、乳糖不耐症には注意。そして4番がまとめになってきます。こちらのですね、タイムラインに従って今日はですね、お話しさせていただきたいと思います。まず一番初めはですね、タンパク質の総量が大事。タンパク質をたくさん摂ることが大事。ってことね、そこについてお話しさせてください。こちらのグラフなんですけども、このグラフはですね、まずはご理解いただければと思います。横軸がですね、アベレージメールヘイトってことで、その国の平均的な男性の身長。そして縦軸がですね、トータルプロテイン。1日あたりのタンパク質の摂取量を表しております。つまりなんですけども、上に行けば行くほど、タンパク質の摂取量が多く、そして右に行けば行くほど身長がですね、高くなる、そんなグラフになってきます。それはですね、この一個一個の丸は各国ですよ、国のデータになってきます。例えばなんですけども、これオランダの部分を見てみると、オランダの平均身長は184センチで、オランダの1日の平均的なタンパク質の摂取量は 105g です。そういったようなグラフになってきます。で、当然ね、このグラフを見た瞬間にね、もう分かることなんですけども、右上にこうね、正の相関、右肩上がりのグラフになってきますので、正の相関を示していると。簡単に言うと、タンパク質をたくさん摂取している方が身長が高い、もしくは身長が高い国はタンパク質の摂取量が多い、そういったようなグラフになってきます。このグラフね、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。今ほどオランダをね、挙げたわけなんですけども、他の代表的な国をいくつかピックアップしてみました。オランダ、アメリカ、日本、タイ、カンボジアということで、皆さんご存知の通り、オランダは世界で一番ですね、高い国というふうに言われております。そして、わかりやすいアメリカもピックアップしてまいりました。そして我らが日本、そしてタイ、カンボジアというふうになっています。で、このグラフ、先ほど説明した通りなんですけど、右に行けば行くほど身長が高いというような形になってきますので、オランダ、アメリカ、日本、タイ、カンボジアの順で身長が高くなってきます。そして上に行けば行くほどタンパク質摂取量が多いわけですから、上に一番あるのがアメリカ、次オランダ、日本、タイ、カンボジアというような形になります。最初ですね、アメリカとオランダだけタンパク質と身長が少し逆転してしまっているんですけども、基本的にはですね、タンパク質摂取量が多い国の方が身長が高いというのはですね、皆さんもですね、このグラフから読み取ることができると思います。そしてですね、またこのグラフをもう少し詳しく説明させていただくと、アメリカとかオランダとかですね、青い点になってて、日本とかですね、薄緑になってて、タイ、カンボジアですね、深い緑になってるんですけども、青い点というのはヨーロッパを指します。ヨーロッパだったり、北米ですね、そういったところを指して、日本が真ん中に来て、でトロピカルエイジア、熱帯系のアジア地域は左下に入ってくるというような感じになってきますので、身長の高いヨーロッパが青、でそして深い緑が身長低い熱帯夜のアジアって感じになってきます。ちょっとね、ここね、もうちょっと詳しく見てみると、身長の高いヨーロッパは身長の低い熱帯アジアよりも1日に摂取しているタンパク質の量は2倍とも言えるかもしれない。
2倍ですよ、2倍ね。かなり違うってことですね。例えばデータを、ね、拾ってくると、アメリカは 115g、平均身長はこのデータだと 179cm、オランダは 105g、184cm という形で、100g を、ね、1日あたり超えてくるんですけども、タイやカンボジアはタイだと 58g、カンボジアだと 53g にとどまる。そしてまあ日本はその中間に該当して 95g ってことで、きれいにタンパク質の量と身長ですね、平均身長は相関があるというのがこのグラフから分かると。これがですね、まあ、どれくらいねその関係性が深いのかというのをねちょっと説明させていただくと、いろいろ評価は難しいんですけども、一つのですね目安は R イコールホニャララということで、まあ、相関係数みたいな表現なんですけども、相関係数を使ってどれくらいそのですねタンパク質の量と身長関係するかというのをですね統計学的に表現することができます。で今回はその R という数字が 0.74 というような形になってまいります。もう 0.74 はどういうような数字かというと、まあ、いわゆるですね 0.4 を超えてくると相関があるねというところ、 0.7 を超えてくるとかなり強い相関があるというような感じになるので、 0.74 ということで今回ですね、まあ、かなり強い相関があるというふうにですね、まあ、統計学的にも言えるかもしれません。これまず一番目に、ね、説明させていただいたのは、タンパク質の総量が大事ですよというところになってきます。で次2番目が肉、魚、卵、動物性タンパク質が大事だというところで、タンパク質って言ってもですね、まあ、いろんな種類のタンパク質があります。まあ、皆さんイメージ的には動物性タンパク質、お肉を食ってタンパク質ってね、そんなイメージあると思うんですけど、実は植物にも含まれたりとか小麦だったりもですね、そういったところにもですねタンパク質は含まれています。まあ、その中ですね、まあ、どういったタンパク質を摂取するといいのかというのをね次解説していきたいと思います。こちらですね、またご覧ください。同様にしちゃうんですけど、横軸が身長、そして縦軸がですねこれ ratio between average consumption of high quality proteins milk products pork meat fish and low quality protein wheat and its relation to male height ということで、高品質タンパク質と低品質タンパク質の摂取比率と身長の相関関係を調べた、そんなグラフになっています。先ほどは単純にタンパク質総量だけで見たんですけど、今度はさらにですね、そのタンパク質がどういった比率でどういったものが含まれているか、そこもねかなり難しいので、いろんな国でかなりいろんな食材があったり、まあ、難しいので、まあ、簡単に言うと低品質のタンパク質と高品質のタンパク質のその比率はどうかなっていうのをね調べたのがこのグラフになってきます。こちらもねちょっとジャーンってことでねこう解説させていただくと、まず真ん中の黄色い線の部分ですね、黄色い線の部分が 1.0 ってことでイタリアにかねそれに該当してくるんですけど、これどういうことかというと、小麦で摂取されるタンパク質の量とお肉などで摂取されるタンパク質の量が1:1、等量だ、同じ量だということになってきます。そしてアメリカ、スウェーデン、オランダというような感じで、オランダはですね高品質タンパク質摂取量がやっぱり多いんですね、すごく多くて、その次にスウェーデン、アメリカという順になっています。で一方でなんですけど、アルメニアやアゼルバイジャンという国は低品質のタンパク質の量が多い、比率が高い、そんなようなグラフになってきます。でさらに先ほどと同じような説明なんですけど、右上にこうね右肩上がりのグラフでなってますので、性の相関があるというふうに言えると思います。で先ほどと同じようにして、その相関の程度はというような形だと 0.72 ということで、かなり強い相関があると言います。今回ね、オランダ、スウェーデン、アメリカね、パパパ、イタリアもね、含めてですけど、まあ、パパパってイメージ湧くと思うんですけど、アゼルバイジャン、アルメニアってどこかなっていうところでね、気になる方もいらっしゃると思う。一応ね、マップも用意してみましょう。ここね、トルコの右側にあるようですね、まあ、参考になればと思います。はい、ということで、まあ、今ほどのですね、タンパク質の高タンパク質摂取量、比率をですね、まあ、今度は身長と一覧表にしてきました。ということで、こんな感じで、オランダが 2.65、スウェーデンが 2.45、アメリカが 1.65、そしてイタリアが 1.0。アルメニアが 0.45、 アゼルバイジャンが 0.2 ってことで、全然違うっていうね、この評価ですね、分かるかなと思います。この表を見る限りだと、やっぱりですね高品質のタンパク質、魚だったりお肉だったり、それね卵とか乳製品だとか、そういったようなタンパク質を摂取することが大事だってことはね、ここがよく分かるかなと思います。でまあオランダの比率 2.65 って、ね、このって言われてもね、ちょっと全然イメージ湧かないかなと思うので、もう説明させてください。例えばなんですけど、まあ、小麦からですね、得られるタンパク質の量を 30g というふうにすると、1日とすると、乳製品などの高品質タンパク質が 79.5g に該当してくると。つまり、タンパク質の総量の 72.6% が、そういったですね、高品質のタンパク質がなってる。そういうようなデータになってきます。72% って言われてもって感じで。まあ、一応ね、アメリカもね、計算してみると、アメリカは 62% になってまいります。
もう今の、ね、データをまあざっくりと見ていくと、まあ、大体なんですけど、やっぱりね、アメリカの 1.65 とオランダの 2.65 のまあ間ぐらいで、まあ、2倍ぐらいは接種したいかなというのがね、私の提言になってまいります。特に根拠があるというか、まあ、それが一つの目安としてはいかがでしょうかという形です。そのね、2倍って言われても、ね、よくわからないし、2.65 倍って言われてもなかなかイメージ湧かないと思うので、ちょっとね、サンプルを持ってきました。例えば食パン1枚、6枚切りの食パンを持ってくると 5.6g のタンパク質が入ってるそうです。それに対して、例えばハムエッグとヨーグルトを食べると、それぞれ 9.5g と 5.8g ということで、まあ、比率にすると 2.7 ということで、先ほどですね、オランダの 2.65 という数字に近づいてまいりますので、まあ、食パンに対してハムエッグとヨーグルトを食べれば 2.7 って考えると、決してですね、数字ではないのかなという印象になってまいります。ぜひですね、まあ、皆さんもこういったのを計算していただいて、2倍をですねしっかり超えてくるような食生活をですね取っていただくといかがでしょうか。次はですね、まあ、今のデータなら日本が入ってたのか、日本はどうなんだろうというところをね見ていきたいと思います。今度はですねこういうグラフになってきて、オランダがまたね入ってくるんですけども、今回アメリカとかイタリアがないのでちょっとイメージが、ね、また湧きにくいんですけど、オランダは大体1日 70g 程度、日本は 50g 程度、そしてベトナムが 32g、 インドが 12g ということで、まあ、イメージ通りなんですけど、ベトナムやインドよりも高くてオランダより低い、そんなデータになってまいります。でこれね、国別のデータとしても面白いんですけども、日本のデータとして面白いのはこれ1961年から2009年ぐらいまでのデータなんですけども、日本はですね、やはりこう戦後を変えて、そこからぐーっと摂取量がですね、25g から50g で、まあ、約です、倍程度までぐーっと伸びていって、その間ですね、まあ、皆さんご存知の通り、身長、非常にその間伸びているというのもね、事実になってまいりますので、面白いデータというふうにね、言えるのではないでしょうか。それではですね、3番目ですね、乳製品も大事だが、乳糖不耐症には注意、こちらに入っていきたいと思います。まあ、今ほどお伝えした通り、まあ、乳製品もハイクオリティなタンパク質に該当してくるわけなので、まあ、非常に摂取するのは有効であるというふうにですね、まあ、考えられるんですけども、まあ、ただし乳糖不耐症には注意が必要ですよということで、ね、説明させてください。まずこちらのグラフを見てください。これはですね、ややこしいんですけども、Highly correlated proteins from milk products, potatoes, eggs, pork and beef ということで、乳製品、じゃがいも、卵、牛肉と身長の相関を見た図になってきます。で、こちらもですね、アメリカ、オランダが右上に位置してきて、真ん中に日本が入ってきて、左下にタイとインドネシアというような感じで、まあ、今までとですね、ほとんど同じになってきます。で、ここにはですね、まあ、乳製品が含まれているので、やっぱり乳製品を摂取することによって身長を伸ばすのに非常に有効だということがわかると思います。ただし一方でこれはね、まあ、乳製品以外の製品も入ってくるので、そこがまた難しいところになってくる。乳製品だけを取ったグラフっていうのは今回なかったので、本文中の文もこういうふうに取り出してきましたということで、 Dairy Proteins Dairy っていう単語です、まあ、今回僕もね初めて気づいたとか、確かに昔勉強したかもって思ったんだけど、乳製品の乳タンパク質のことをキビのタンパク質って意味じゃなくて、乳製品タンパク質のことを Dairy Protein って言うんですけど、 Most frequency consumed in the Netherlands, Sweden and ってことでバーって書いてあるけど、まあね、これ分かりにくいので、ね、日本語をね日本を見せちゃうと、乳タンパク質はオランダ、スウェーデン、フィンランドで最も頻繁に消費されていると。でほぼ 30g ぐらいと。で一方カンボジア、ラオス、北朝鮮などのアジアの東半分の国では摂取量は実質的にゼロ。で注目すべきは、乳製品のこの低い摂取量は東南アジア及び東アジアにおける乳糖耐性の低い有病率、乳糖耐性だから乳糖をいっぱい摂取できる人が少ないよってことでね、今回ね表現してあるんだけど、それとあとですね、まあ、低栄養状態に一致しています。まあ皆さんもねご存知の通りだと思うんですけど、まあ、そういったところは乳糖耐性と栄養状態が一致していて、さらに身長とも相関があるということがですね、まあ、ここに書いてあるわけですね。まあ、今ほどねちょっと話題に出たのが乳糖耐性についてちょっとお話しさせてください。乳糖耐性ってどういうことかというと、まあ、牛乳を飲んだ時にしっかりと栄養を体が吸収する能力があるかないかというところになってきます。で、まあ、簡単に言うと牛乳を飲んで下痢をするような人っていうのは乳糖に対して不耐性なわけですから、そういった方は牛乳をいっぱい飲んでも摂取うまくできてないので、それが身長につながらない。一方で乳糖の耐性がある人は身長それによって伸びていくというのが言えることになってきます。でこちらがですねイントレランスなので、こっちは不耐性の割合を示したマップになってきます。濃い青のマップが80から 100% ということで、なかなかね牛乳を飲めない。でそれ一方で緑の部分が牛乳をガンガン飲めるエリアということで、アメリカとかスウェーデンだったりだとかオランダの部分っていうのは緑色で、日本だったりだとか東南アジアっていうのは青色が強いっていうのが効果がよくわかると思います。
はい、で今の、ねまあ、お話を、ね、まとめたのがこちら表になっていて、乳糖耐性の割合とって、まあ、牛乳を耐性の割合なので不耐性じゃないですよ、耐性の割合でガンガン飲んでも下痢しない人の割合がこのグラフになってきます。で右上がオランダ、まあ、いつも通りですね、オランダ、アメリカ、イタリア、台湾、でタイっていう順番になってくるんですけど、オランダ 95% の人が耐性がある、つまり 95% の人はガンガン牛乳を飲める。アメリカだと 77%、 イタリアだとも 40% まで一気に減ってきて、タイだったりだとか台湾だともう 10%、 もうタイって 3% の人しか逆に牛乳をガンガン飲んでも下痢しない。ほとんどの人は牛乳を飲むと下痢をするっていうのがここから分かる形になります。そしてさらにそれが R=0.80 ってことで相関が非常に強いってことが言えます。ということで、まあ、今ね、1、2、3とね、説明していきましたけど、いかがでしょうか。最後ね、じゃあまとめの方に入っていきたいと思います。栄養、特にタンパク質は身長を伸ばすのに非常に重要である。さらに、タンパク質の中でも動物性タンパク質、いわゆる、まあ、高品質なタンパク質を摂取することが大事。しかも、2倍以上摂取したいってところが一つ。そして、さらに、まあ、乳製品はいいんだけど、乳糖不耐症の人は注意しないと意味がない。そこが大事ですよということです。でまあ、今回ね、何を食べたらいいかっていうのを、ね、説明していくと、結論としてはタンパク質の摂取が大事だと、ね、結論に今回なってくるんだけど、タンパク質を勉強するにあたってですね、まあ、ちょっとおすすめの YouTube チャンネルっていうのもねありますので、今回ちょっと紹介させてください。まず一つ目がこちらですね、秀忠山岸ってことで、ビッグヒデチャンネルってことですね、まあ、プロボディービルダーの方のチャンネルになるんですけども、山岸選手のチャンネルがめちゃくちゃ面白いです。この体を見ていただいたら分かる通りなんですけど、まあ、プロのボディビルでアメリカに在住されておりまして、早稲田大学出身の方でもやっぱり高学歴なんですね。すごく頭が良くて、プロテイン、サプリメント教室なんて、これ、ね、動画のリンク貼ってますけども、こういうのも面白いです。もう一人がですね、山本由伸筋トレプログラムということで、山本先生って、ね、よく言ったりするんですけど、この方もですね、早稲田卒業でプロのボディビルダーとして活躍された方で、過去にですね、この方のですね、まあ、そういう栄養講座みたいな、私もですね、大学病院に勤めている時代には行ったことがあって勉強させていただいたりもしました。論文ベースに全てを解説してくださいますので、本当にですね、まあ、お医者さんと一緒、もしくはお医者さん以上にですね、詳しいですね、内容になってきて面白いな、勉強になるなと、ふうにね、思っております。で皆さんね、ぜひこういったですね、プロのボディービルダーの方のね、動画を見ていただいて、プロテイン、タンパク質について勉強していただくのはとてもいいと思います。はい、栄養摂取をですね、最大化する、成長ホルモン物質を最大化するというね、そういったような発想で、実はボディービルディングと身長治療というのは、ね、近いものがあるというふうに考えます。ですので栄養を勉強する上においてはですね、こういうボディービルディングの方の動画って非常に勉強になりますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、ただし一方でなんですけど、まあ、ボディービルディングね、当然なんですけど、筋肉を大きくするというのはですね、まあ、彼らの目的になるので、彼らの場合ですね、筋肉に強い破壊を起こして、そこに急速に栄養を補給することで筋肉をね、肥大させるというような形なので、目的が違うというのを十分注意が必要だってところと、運動はですね、成長ホルモン分泌をアップを促すんですけども、過剰な筋トレはですね、栄養を全部筋肉側に持っていかれてしまうと、まあ、困るので、そこは十分注意をしてください。ということで、まあ、今回ね、まとめになってまいります。タンパク質は肉、魚、卵から摂取することは望ましい。小麦だけでお腹いっぱいにならないようにしましょう。乳糖不耐症の場合は、乳製品以外からしっかりタンパク質を摂取しましょう。ボディービルダーの方の知見は、部分的に身長を伸ばすようにて非常に参考になります。ということになります。はい、ということで、今回は以上になるんですけども、いかがだったでしょうか。今後は身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。